こんにちは、サプライズコンシェルジュ代表の沖ゆうきと申します。沖さん、はい、今回はですね、沖さんが出版されたデジタル時代の家選びの本にある第1章の理想のマイホームを探す情報収集術についていろいろ聞いていきたいと思っております。はい、わかりました。はい、ではまずですね、第1章の1にある住宅情報サイトで物件の種類や相場感をつかむとあるんですけれども、はい、まず住宅情報サイトの活用方法についてお伺いしてもいいですか？はい、そうですね、住宅情報サイト、多分皆さんいろいろと見られていると思うんですけども、まあ、大きく分けると、まあ、ご存知の方多いと思うんですけども、スーモとライフルホームズとアットホーム、この3つが、まあ、メインどころの、マイホーム購入にあたって情報収集するサイトになっています。この3つの、まあ、サイトを見ていただくことによって、まあ、ざっくりですけども、大体、まあ、日本全国の、まあ、8割ぐらいですね、まあ、7割8割ぐらいですかね、の情報が、まあ、そこに、まあ、掲載されていると言ってもいいかなと思うので、はい、まあ、他にもいろんなサイトもありますし、個々の不動産屋さんが運営しているサイトもあるので、はい、もちろんそこにしか掲載されてないっていう情報もあるんですけども、うん、まずは全体感、不動産情報を、短期間で、まあ、得るってなると、この3つをまずしっかり見ていただくっていうのがおすすめになります。はい、ありがとうございます。はい、では次はですね、物件の種類を把握して相場感をつかむためにはどうしたらいいんでしょうか？そうですね、相場感に関しては、まあ、これもアットホームとライフルホームズですかね、はい、のこの2つのサイトで、土地だったりとかマンションだったりとか、あとちょっとマイホーム購入じゃないですけども、賃料相場とかは調べることはできますと。なので、まあ、この2つのサイトを、まあ、活用いただくっていうのと、うん、あと、まあ、そういった住宅情報のポータルサイト以外にも相場を調べられるサイトっていうのが、はい、まあ、たくさんあるので、うん、まあ、いろんなサイトを見て相場を調べていくのがいいかなと思います。うん、まあ、マンションであればマンションの相場を集めたサイトもありますし、はい、土地であれば土地の相場を集めた、まあ、サイトとかもあるので、まあ、うまく土地だったら土地、戸建てだったら戸建て、マンションだったらマンションみたいな形で検討されている物件の種類に合わせて、はい、そういった相場情報を集めているサイトを、まあ、ぜひ活用いただきたいですね。で、まあ、ちょっと上げていくとたくさんあるので、はい、まあ、どういった相場情報を活用すればいいのかってわからない方に関しては、まあ、LINE から相談いただければなと思います。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。では次はですね、1章の2に挙げてある、はい、こんな家に住みたい条件を全て書き出し10個に絞るっていうところがあるんですけれども、はい、まず10個の条件っていうのはどのように絞ったらいいんでしょうか？そうですね、まあ、当たり前です。まずは一緒に住まれる方と、うん、まあ、しっかり話し合っていただくと。で、まあ、そうなってくると細かい条件も合わせていくと多分もう50個60個70個っていっぱい出てくると思うんですよ。はい、ただじゃあそんだけ50個60個70個上げていって全てが叶う家ってなってくると、まあ、いくらお金があっても足りなくなると思うんですよ。なので、まあ、この本でちょっとまとめさせていただいているのは、まずそのしっかり一緒に住む方、旦那様、まあ、奥様、お子様、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかですね、しっかり話し合っていただいて、まあ、まずトップ10を決めましょうと。で、今まで何千組のお客様のマイホーム購入の相談を受けてきた中で、そのベスト10をこの本にまとめてます。はい、なんで、まあ、そこをちょっとまず見ていただいて、はい、一個一個なんていうかね、条件をすり合わせいただけたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではその10個の条件で、本の中に掲載されているランキングがあると思うんですけど、はい、その相談内容10位に上がっている駐車台数に関してはどのように調べたらいいでしょうか？そうですね、まあ、皆さんも調べいただいていると思うんですけども、はい、まあ、先ほどお伝えさせていただいた、まあ、スーモ、ライフルホームズ、アットホームのサイトを見て、まあ、駐車台数って、まあ、大体載ってるんですよ。新築、まあ、建て売りだとしても、あと、まあ、新築マンションだとしても、はい、中古戸建てだとしても載ってはいるので、はい、まずそのポータルサイトを見ていただくであったりとか、あとはまあ注意いただきたいのは、駐車台数、やっぱ3台以上欲しいって方もいらっしゃるんですね。3台、4台とか。うん、うん。で、地方に行くと3台、4台止める物件ってたくさんあると思うんですけども、はい、
まあ、特にやっぱ愛知県とか東京とか大阪福岡とか、まあ、都市部になってくるとだいたいやっぱ駐車台数1台とか2台の物件が多いと思うんですね、うん、はい、3台以上の置ける物件と比べると。なのでそのどうしても駐車台数3台確保したいってなった場合に関しては、はい、やっぱり注文住宅を検討する必要があったりとか、うん、もしくは対象物件の例えば戸建てに関しては2台しか置けないけどもう1台は月決めを借りていただくとかっていう形で、まあ、借りていただく必要はあるかなと思います。もし3台以上確保したいってなった場合は、まあ、結構予算感は上がりやすくなるっていうところは注意いただきたいなと思いますね。なるほど、ありがとうございます、はい、では次はご相談内容9位ですねの、はい、水回りの設備に関してはどのように調べたらいいでしょうか。水回りの設備に関してそうですね、そう物件の種類によっても変わってくるんですけども、建て売りの場合はいに関しては、まあ、大体そのメーカーさんやっぱ決まってますね。あの、タカラさんだったりとか、リクシルさんだったりとか、はい、まあ、最初から決まってますと。で、例えば注文住宅ですと、まあ、ある程度指定があるケースもありますけども、はい、あの、自由に選んでいいですよっていう、工務店さんとか、住宅メーカーさんもいらっしゃるので、その場合は、まあ、実際にやっぱり、まあ、ネットでまず調べて、で、現物見るのが、いいかなと思います。まあ、これはそう、デジタル時代にちょっと反するとこあるんですけど、まあ、ネットでまず調べて、まあ、展示場で行って、まあ、肌触りとかいろいろあるじゃないですか、使い勝手とか。ああ、なるほど。あとはそのモデル、水回りのモデルルームの大体女性の方多いんですけども、はい、説明めちゃくちゃうまいんですよ。うーん、僕もいろんなモデルルーム行ったことあるんですけども、本当に説明もうまいですし、あの、知らなかった知識とか使い方とかも教えていただけるので、はい、まあ、ネットだけでやっぱ完結できないところはあるかもなと思うんですね、水回りの設備に関しては。であとはもうポータルサイトの方でだいたい水回り設備載ってるケースありますね。リフォーム済みの物件、はい、あとリノベーション済みの物件だと、うん、どこどこメーカーのキッチン仕様ですとか、なんかそういう水回りの設備の、はい、メーカーさんのブランド名をネットに掲載してるケースあるので、はい、まあ、そういったところでも確認はできますね、うん、だそこで確認できないってなると販売担当の不動産屋さんとか営業担当者さんに、まあ、確認する必要があるかなというところですね。あとさらに言うと水回りの保証に関してどうなってるかに関しては、まあ、なかなかポータルサイトに載ってないケースもあるので、まあ、その場合はどうしても不動産会社さんとかその営業担当者さんに確認する必要はあるかなと思います、はい、で実際に保証内容を具体的に調べてもらったりとか、はい、まあ、保証書を見せてもらうとかっていう作業は必要になるかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。次は、ご相談内容8位の、住宅ローン返済計画についてはどのように調べたらいいでしょうか。そうですね、返済計画に関しては、まあ、ネットでそう住宅ローン返済シミュレーションとか、まあ、住宅ローン返済とか検索すると、はい、シミュレーションがもうすぐに誰でも無料でできるようになっているので、まあ、そういった無料のシミュレーションをネットでまずやっていただくといいかなと思います、うん、だいたい毎月の返済だったりとかボーナス払いありに設定される方に関してはじゃあボーナス時いくら払うのかであったりとか、例えば35年間のトータルで金利の支払いがどれぐらいなのかみたいなところもパッて出てくるんで、まずはまあそのシミュレーションやっていただく。あとはそうですね、あとはその住宅の比較できるサービスとかっていうのもまあ少しずつ増えてきているので、まあそういった住宅ローンの比較サイトみたいなものを一旦まあ登録して調べるとかっていうのもいいかなと思います。あとは不動産会社さんとか営業担当者さんによっては随時毎月の信用金庫さんとか地方銀行さんとか大手の金融機関さんの住宅ローンの金利だったりとか団体使用生命保険等々のまあ条件に関して調べて更新している会社さんもあるので、まあそういった情報を入手するのもいいかなと思いますね。あとはまあ YouTube とか X とかからあのつぶやいてる方もいるので、そう住宅の専門家の方で、はい、そういったところから情報を得る、 SNS から情報を得るっていうのもおすすめですね。うーん、なるほど、ありがとうございます、はい、では次はご相談内容7位の、はい、間取り階段配置についてはどのように調べたらいいでしょうか。そうですね、まあ、間取りに関してはこれもポータル情報に大体載ってますし、まあ、詳細になってくると詳細間取り図とかもろもろ不動産会社さんからまあ取り寄せるって作業が必要になると思うんですけど、もしくはまあ住宅メーカーさんですね、工務店さんとかから取り寄せるっていう作業が必要になると思うんですけども、階段配置に関してもまあポータルで見れますよね、うん、はい、なんでまずはやっぱポータルサイトを見ていただくで、詳細に関しては
不動産屋さんとか住宅メーカーさん等々に問い合わせして、詳細平面図とかを入手して確認すると。でその家具の位置だったりとか、はい、まあもろもろ何センチとかそういう分かるじゃないですか、はい、詳細間取り図見ると、あ今のこのタンス入るかなとか、このソファー入るかなみたいなっていうのを、まあ、確認いただくのがいいかなと思います。はい、であと階段でちょっとプラスアルファでちょっとお伝えすると、階段の配置に関しては、まあ、結構よくご相談いただくのはリビング階段がいいっていう、あ、まあ、特に奥様からお声は非常に多いので、まあ、そこに関しても、まあ、ポータルサイトでリビング階段かどうか見れるんですけども、うん、まあ、その辺も特にまあ旦那様に関してリビング階段奥様がいいよっていう方と、いやそうじゃなくていいよって分かれるので、まあ、そこは意識されて奥様と相談いただけるといいかなと思います。うん、なるほど。では、次はご相談内容6位の周辺環境についてはどうやって調べたらいいでしょうか。そうですね、周辺環境はサイトでいくとグーっていう GOO 不動産とかで検索すると出てくるんですけども、はい、そこのグーさんが周辺環境の詳細ですね、はい、例えば人口だったりとか、あとまあ公共機関、地下鉄とかバスの情報だったりとか、はい、商業施設の情報だったりとか、はい、まとめられているので、まあ、そこをまず調べていただいて、まあ、そこから各行政のまあサイトから正しい情報を汲み取っていただくのが、おすすめですね。でそのグーさん以外にもその地域情報をまとめているサイトっていうのが、はい、まあ、いくつかやっぱあるので比較していただけるといいかなと思います。どんなサイトがあるかっていうのは、はい、気になる方はなんか LINE とかで相談いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ではご相談内容5位のライフラインに関してはどのように調べたらいいでしょう。ライフライン、そうですね、これもまあポータルサイトまず見ていただくっていうのと、ポータルサイトもよくわからないよっていうことであれば不動産会社さん、まあ、あと担当者さん、住宅メーカーさん等にまあ確認するという形ですね。まあ、例えば前面道路に上下水道管が通ってるけども敷地に配管が通ってるか通ってないかであったりとか、はい、あとはその水道メーターが13ミリなのか13ミリじゃないのかであったりとかによっても、まあ、その計画が変わってくると思うので、うん、その辺の細かいところに関しては担当者さんにまあ聞かないといけない形ですね。はい、はい、では次はご相談内容4位の住宅ローンの借り入れ条件に関してはどのように調べたらいいでしょう。借り入れ条件、そうですね、住宅ローンの返済計画のところで、まあ、少し話をさせていただいたんですけども、まあ、同じようにですね、あの借り入れするためのシミュレーションというのはネットで簡単にできたりするので、はい、まあ、今の年収属性でどれぐらい借り入れができる可能性があるかっていうのをまずはネットで調べていただいて、はい、でまあ、詳細に関しては住宅ローンの事前審査を最終的にはしないとわからないので、はい、あの住宅ローン事前審査をしていく必要はあるんですけども、その事前審査をしなくても、例えば不動産屋さんに相談するとか、はい、住宅メーカー担当の方に相談することによって、まあ、ある程度どれぐらい借り入れできるか、どういった条件で借り入れができるかっていうのは詰めれるので、はい、まあ、担当者さんにまあ聞いていく形にはなるかと、まあ、簡易的な情報であれば、まあ、ネットで、はい、シミュレーションいただくのがいいかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。では次はご相談内容3位の不動産屋と営業担当者の選び方についてはどのように調べたらいいでしょうか。不動産屋と営業担当者の選び方に関しては、そうですね、最近お伝えしているのはやっぱりその SNS だったりとか、はい、ホームページをしっかり見ていただく、例えばその会社でも、まあ、いつからある会社なのかであったりとか、お客様の声が載ってるかであったりとか、はい、あとスタッフ様の、紹介がされてるかであったりとか、はい、あとは、まあ、そのスタッフさんだったりと経営者の方がSNS、まあ、YouTube とか X とか Instagram とか等々でしっかり発信されてるかっていうところは、はい、まあ、一つ大きなポイントかなと、まあ、営業スタッフの方っていうのが、まあ、特にまあ賃貸仲介やっている不動産会社さんからまあ多くなってるんで、まあ、少しずつ売買 の、 あの不動産屋さんも増えてるので、はい、まあ、そのあたりは参考になるかなと思います。あとはまあ、Google の口コミ情報とか、まあ、Google マップ以外の、まあ、口コミ情報とかっていうのも調べていただけるといいかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。では、次はご相談内容2位の物件の種類に関しては、はい。どのように調べたらいいでしょうか。そうですね。まあ、これも、まあ、一旦はポータルサイトとかで見ていただいたりとか、あとは、まあ、
それぞれ、例えば大きく分けると新築マンション、中古マンション、注文住宅、はい、建て売り、中古戸建て、まあ、このあたりが、まあ、一般的な物件の種類だと思うんですけども、はい、まあ、それぞれメリットデメリットをネットで調べていただくとか、あとは本にその物件の種類のメリットデメリット表ってのを1ページにまとめてるので、はい、まあ、ぜひそちらを見ていただいたりとか、はい、まあ、あとは SNS とかですね、あとは周りの実際にお家を購入された方から、まあ、情報を得るとか、はい、という形で物件の種類を絞っていただくのがいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。では最後、ご相談内容1位ですねのエリアに関してはどのように調べたらいいでしょうか。はい、エリア、そうですね、まあ、これはもう一緒に住む方とまずしっかりどこがいいか、やっぱ地元地元じゃないとか、はい、仕事に行きやすい行きやすくないとか、あとは友達いるいないとか、まあ、いろいろあると思うので、はい、まず話し合っていただくと、うん、でこの後に、まあ、物件の相場だったりとか、はい、住みやすいかどうか、暮らしやすいかどうかっていうのを、まあ、先ほど共有させていただいた、まあ、グーのサイトだったりとか、あと行政に問い合わせてお伺いするとか、あとは実際に希望のエリアに住んでる方からの話を聞くとか、はい、結構でもネットにもそういう地域情報っていうのは結構まとめてるサイトがあったりするので、まあ、グーさんしかり、まあ、いろんなサイトであるので、まあ、そういったサイトをまず見ていただく、あとは SNS とかも良かったりしますね。例えば名古屋暮らしやすさとか、なんかそういう形で検索することによって、はい、いろんな情報出てくるので、まあ、そういった SNS 情報でエリアを絞っていくっていうのもありかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、では最後にですね、これからマイホームを購入する方に向けて何かメッセージがあればお願いいたします。そうですね、まあ、これ毎回ちょっとお伝えする形になるんですけども、まあ、本ですね、私の方で出してますので、はい、まあ、書店とか、あと Amazon 等でぜひ購入いただいて読んでいただきたいのと、あとはこのチャンネル、 YouTube チャンネル登録いただいて、マイホーム購入を検討している方、あと住み替えとか売却ですね、はい、あとまあ不動産を活用したいっていう方に向けて、まあ、今後も情報発信していくので、はい、まあ、チャンネルを見ていただいて、あとは説明欄にあるイエールの公式 LINE 登録いただいて、はい、まあ、気軽に、まあ、いつでもご相談をいただけたらなと思います。そしたら1000万円ですね、損しないマイホーム購入を手に入れられると思いますので、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、では今回は、奥さんが出版された本の第1章の理想のマイホームを探す情報収集術についてお伺いさせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。